皆様、こんにちは。突然ですがクイズです。彼女はある動物のモノマネをしています。その動物とは一体何でしょうか？ 3、2、1。答えは象でした。皆様はお分かりになりましたでしょうか？皆様、改めてこんにちは。テクノアイです。アイは AI と書きます。今回の番組では無料で使用できる BAM の BVH プレイヤーの使用方法と2548個のモーションデータが無料でダウンロードできるウェブサイトをご紹介いたします。また、そのうちのいくつかを番組の中で実際に再生してご紹介いたします。番組の後半では V ロイドモデルでも BVH モーションを再生します。当番組では YouTube の日本語と英語の字幕を設定しています。専門的な用語や聞き取りにくいところがありますので、ぜひ字幕をオンにしてご視聴ください。なお、BAM や BAM ハブには一部に成人向けコンテンツを含みますので、未成年の皆様は成人になってから使用しましょう。それでは、早速 BVH プレイヤーのプラグインを実際に使用してみましょう。はじめにトップメニューから BAM ハブをクリックします。BAM ハブの画面が開きましたら、サーチに BVH とタイプします。右側に BVH 関連のパッケージが表示されますので、BVH プレイヤーをクリックします。画面が変わりますので、BVH プレイヤーのダウンロードをクリックしてダウンロードします。ダウンロードが終了したら画面下のリターンツーシーンビューをクリックしてシーンに戻ります。BVH プレイヤーを追加したいシーンを開き、トップメニューのプラグインズをクリックします。さらにアドプラグインをクリックします。プラグインリストの一番下に追加されたセレクトファイルをクリックします。アドオンパッケージズ、フラッテンドをクリックし、さらにサーチに BVH とタイプします。BVH プレイヤーの CS ファイルをクリックします。プラグインリストの一番下に BVH プレイヤーが追加されたことを確認します。なお、成功するとモデルは T ポーズになります。いかがだったでしょうか？これで BVH プレイヤーが使用できるようになりました。次に米国カーネギーメロン大学のウェブサイトから BVH モーションファイルをダウンロードします。ダウンロードサイトの URL は動画下の概要欄に記載しておきます。それでは、実際にやってみましょう。リンク先のページを開くと、モーションキャプチャーのページになっています。BAM は DAZ のモデルを使用していますので、DAZ フレンドリーバージョンをクリックします。お尻の位置が修正済みのプライマリー版と、無修正のセカンダリー版がありますが、プライマリー版が推奨されています。足の滑りの問題が見られる場合にのみ、その部分だけセカンダリーを使用します。全部で17の圧縮ファイルで、回答すると2548個のモーションファイルができます。ダウンロードした回答ファイルの中に、CMU、モーキャップインデックステキストという名前のファイルが入っています。これが全ファイルに含まれるモーションの一覧リストになります。日本語に翻訳済みのものを表示していますが、原文は英語です。なお、インデックスはすべての圧縮ファイルに同じものが含まれていますので、任意の一つを回答することで得ることができます。ハードディスクの容量が少ない方は、インデックスを見て必要な圧縮ファイルをダウンロードすればよろしいかと思います。ダウンロードしたファイルを適当なフォルダに回答します。ただし、BAM アップデータフォルダの配下に保存しないと BVH プレイヤーで再生できません。私の場合は、BAM アップデータフォルダの配下に BVH というフォルダを作成して保存しました。いかがだったでしょうか？これで BVH を再生する準備が整いました。ダウンロードした BVH データの中から、ファイルナンバー 113-28、ヨガを再生してみました。ちょっと難しいモーションを選んでしまったかもしれません。音楽はいつもお借りしているピクサベイ様から、エンドレスホライズンズ、
1-20-26506 です。それでは、ご確認のほどよろしくお願いいたします。Skies wide and open, sunshine bright. We keep on walking, day turns to night. Waves crashing softly on golden shores. Time fades to echoes, yearning for more. Endless horizons where dreams take flight. We chase the moments into the light. To whisper, moonshine to glow, hearts beat together, love starts to grow. Mountains stand tall, rivers that flow. We keep on wandering, 'cause we both know. Endless horizons where dreams take flight. We chase the moments into the light. いかがだったでしょうか。最初から動きが複雑なヨガのモーションを選んでしまったため、調整に少し手間取ってしまいました。私自身の反省として、最初は歩くとか、動物のモノマネとか、あまり複雑ではないモーションを選んで練習すると良いと思います。なお、BVH ファイルは、Vloid のモデルでも再生できます。過去の番組と被るところがありますが、初めての方もいらっしゃると思いますので、次に Vloid で再生する方法をご紹介します。それでは、実際にやってみましょう。見てねフリーのホームページに行って、無料ダウンロードします。URL は番組下の動画の概要欄に記載しておきます。とてもありがたいことに、見てねフリーは、フェイストラッキングやリップシンクなど、便利な機能が盛りだくさんです。画面下のバナーをクリックしてダウンロードします。今回の番組では、Windows 版をダウンロードします。見てねフリーをダウンロード、インストールして起動します。最初にアバターを選択します。2波がプリインストールされていますが、プラスボタンをクリックして Vloid モデルを追加することができます。今回はあらかじめ、テクノアイの Vloid モデルを入れておきました。なお、Vloid スタジオについては別の番組でご紹介する予定です。左側メニューの上から2番目、ダンスしているアイコンをクリックします。モーションフォルダを開くをクリックします。ダイアログが別のウィンドウで開きますので、その中に BVH モーションファイルをコピーして貼り付けます。BVH を更新するをクリックします。メニューの一番下に BVH モーションが追加されますのでクリックします。今回は試しにファイルナンバー114-10ストレッチを入れました。なお、見てねフリーでは背景を画像に変更できます。Skies wide and open, sunshine bright. We keep on walking, day turns to night. Waves crashing softly on golden shores. Time fades to echoes, yearning for more. Endless horizons where dreams take flight. We chase the moments into the light. To whisper, moonshine to glow, hearts beat together, love starts to grow, mountains stand tall.
いかがだったでしょうか。これでバムと Vloid で BVH モーションファイルを再生することができるようになりました。カーネギーメロン大学の BVH モーションファイルは、日常生活、スポーツ、ダンス、動物のモノマネ、遊び、歩行など多岐にわたっています。これらのモーションとバムや Vloid を使えば、ビジュアルノベルとか、ショートドラマとか、できちゃいそうですね。私も時間があれば挑戦してみたいと思います。当チャンネルでは 3DCG や AI、動画編集などに役立つ情報をご紹介しています。また、健康に関する情報もご紹介する予定ですので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。またお会いできると嬉しいです。それでは皆様、ごきげんよう。